ございます。はい、今日なんですけど、今日は釣りじゃないんですけど、今日はね、ゆうたらくんとカラオケに行こうと思ってます。まあね、それでなんで YouTube 流してるかっていうと、まあ、今月ゆうたろうくん誕生日なんですよ。で、誕生日で、まあ、僕もゆうたろうくんも共通の趣味が、まあ、釣り以外にカラオケっていうことで、まあ、カラオケ行くことになってるんですけど、まあ、ちょっとただカラオケ行くだけではちょっとつまらんけど、カラオケ中にゆうたろうくんにドッキリで誕生日をサプライズでお祝いしようと思います。まあ、事前にバスレスでゆうたろうくんに誕生日プレゼントを用意してるんですよね。まあ、これも毎年、まあ、メンバーに誕生日プレゼントをね、バスフェス全員売ってるんですけど、で今回ね、なんかもうせっかくこんないいことしてるんならもう動画回しちゃおうと思って、まあ、バスフェス初のサプライズ撮りたいなと思って今動画回してます。でね、内容としては、まあ、ゆうたろうくんの事前に琵琶湖投稿も大変やったし、編集も大変やったけん、それのご褒美企画っていう体で YouTube 撮ろうよみたいな、YouTube 撮るけど、まあ、シンプルにカラオケ楽しんでるところはそのまま YouTube 撮ろうよみたいな感じで話はしてるんですけど、でね、そこで、まあ、サプライズするんですけど、内容としては、まあ、この後ね、俺とゆうたろうがカラオケするんですけど、カラオケの場にゆうすけさんがサプライズで来るんですけど、そこでのんきに歌ってるゆうたろうにみんなから準備してもらった誕生日プレゼントを渡して、ゆうたろうを感動させて号泣させようかなと思います。正直どんな動画になるかわからんす。初めての試みなんで。でもまあ、まさかね、YouTube で俺らがドッキリするなんては、当然ゆうたろうも思わないろうし、まあ、必ず引っかかってくれると思うんで、まあいい映画撮れたらと思います。まあこの後ゆうたろうと合流して、偽企画のオープニングまた撮ると思うんですけど、まあそんな感じで今日はカラオケしてるゆうたろうにサプライズで誕生日祝って、号泣させてみたっていう企画撮っていきたいと思います。それでは、レッツゴー。仕上げじゃないですけど、ね、そうそう、そんな感じでやっていきたいと思います。はい。というわけでよろしくお願いします。はい。さあ、最初何から歌うの？あ、そっか、インカメラとか。そう強っ。で、インスタライブ用はこれで低かったら言っちゃう。あ、そうかも。わー、なんかさ、最近さ、ドアン電話かかってんすよ。必要値から売店は来ることなんだ。マジで、マジで豚くらいのライブある。気をつけるもんなと思ってきたさ。二人とも入る？入ってる？よっしゃい、よいしょ。わー、こんにちは。こんにちは。今日はカラオケライブです。あ、カラオケライブしてるか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はカラオケライブをします。いや、これもう今声完璧、完璧。もじゃあ浦島太郎一緒だ。うん、これもう音楽全部 OK？ 全然します。マイク持ってんね。ヒョロン。マイクです。マイクです。こういうの？マイクです。頂上戦争でコビーが赤蛇の前に立った時のヘルメットのモノマネです。コビー！ヘルメットのあの
シーンはね、ちょっと俺いや、関口絶対分かるんですよ。神なシーンで分かるんですよ。コビーか、コビーか、ガップでガップね、ガップ。これハートをしたらどんな風に見える？あの、あれですよ、ハートがポーンって飛んでいける、ハートが飛んでいけるか、ルナさんの顔が飛んでいけるか。あ、いやいや、ガチってプロフィール画像がこう、あー、そういうことね。いや、ルナさんの顔が飛んでいける。あー、いや、今のはガチですよ、そのプロフィール画面が。いや、ちょっと悪意あったね、さっき。いやいやいや、俺たちは伝え方が悪かったっす。そろそろマイスター一回入れてみる。マイスターすか。うん、俺さ、最近マイスターと朝倉美君しか聴いてるわけんさ。あ、じゃあマイスター、もう何を歌っていいかが分からんからさ。さあ、朝倉美君はどんなんですか。いや、分からん、朝倉美君の歌うやつが多いよ。あ、夜遊び。夜遊びとか、夜遊びわからん。夜遊びとか聞いたのか、聞いたのか、聞いたのか、特殊なもの大丈夫。え、じゃあ初めて歌うわ。お願いします。練習のせいか。輝く星や星があるなら、それはあなたを失った自分を愛することは守り抜くこと。言葉で言うのはたやすいけれど、ということで、はい、私が抜けてきたタイミングでゆうたさん合流です。まあ、オープニングで言った通り、今からゆうたろくんにサプライズでプレゼントを送りたいと思います。乗り込みます。プレゼントちょっと紹介しましょう、軽く。まあ、ゆうたろくんね、バス釣りするっすけど、そうそうそう、なんか渡すもの難しかったじゃないですか、うん、で彼はね、エギングもするけんすよ。まあ、なんなら今日も朝までエリギングしとったらしいけん。そう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 。そういうけん、エギングロット、いつもなんかやすけさんがなんか渡しとったでしょ。ちょっとエギングロット、はい、セフィア BBってやつと、うん、これはメンバー全員から、そう、あとニアンたちのやつが、まあ、俺もカバンの中に入れてます。あ、なるほど。あ、ここの手の邪魔に映ってる。はい、みんなからのエギを今からサプライズで送りたいと思います。はい、お願いします。はい、あの、なんかニアンがめちゃくちゃ通知から電話かかってきてたんですよ。めちゃくちゃその辺り勝手に中断してしまって、いや、めっちゃなんかかかってくるらしいですよ。もう回ってます。今回した。やった。じゃあ何個誰行こうかな。ごめん、言うたら来てた。
カラオケ動画を撮るって言ってますけど、そんな企画撮るわけないよ。マジですか。今日はゆうたろうがカラオケ中に誕生日プレゼントを盛大に祝って号泣させてみたです。イエーイ。おめでとう。はい、これがみんなからの、はい、これメンバー全員から。メンバー全員から意気やがって、意気やがって。で、ここにも実は俺の、俺とテスさんから。あれ？あら、1個ごめん、車入ってます。ちなみに、ムラムラチリですね。はい、ムラムラチリですね。はい、僕買いました。で、ごめん、ちょっとテスさんがもうちょっと車の方に来た。これと、これがスミレとケンゾ君から。おざーす。マジですか。もうさん、はい、やばー。ゆうたろう誕生日おめでとう。マジで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 。ってかストレスやったって、もう差を取らぬっけ。ゆうたろうさんも多分今少し取ってくるじゃん。やば。ありがとうございます。ドープの価格もあるけどね。はい、こっちもあるけどね。なんかカラオケに一緒に年だよ。はい、というわけで今日はゆうたろうくんの誕生日を、ありがとうございます。盛大に祝ってみたという動画でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後はちょっとゆうたろくん、ちょっと号泣した冒険がちょっとゆうたろくんがちょっとドアップ。はい。今日も最後まで動画見てくれてありがとうな。おすすめの動画はこちらになっているからぜひチェックして。せーの、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。ウェーイ。